皆さんこんにちは、ケンです。マミです。はい、本日は複雑な、はい、お題は、お題どうしようかな。最近気になってるフレーム。あー、いいねそれ。最近ね、あのもう休みの日はだいたい自転車屋巡りをしてますよね。まあ一人でケンさんが乗りに行くか、一緒に自転車を見に行くか。そうそうそう、って感じ。休みの日ですら自分の店に行くことが多い。ああ、それもしてるね。で、まあいろいろ、まあ最新のトレンドとか、パーツとかね、あとロードバイクとかクロスバイクとか、もう関係なく自転車屋に行って、ちょっとあの抑えてるわけですよ。他の店舗が何をさ、あの出してるかとか。あー、なるほど。そういう調査で、お勉強ね、お勉強のために行ってるんですけど、まあそんな中でもう、じゃあ自分が働いてるお店とか関係なしで、直感的に欲しいフレーム、個人的にね、個人的にね、ここ重要ですよ。ここでしか言えない感じで、そうそう、ここ重要、個人的にね欲しいフレームを語っていくと。はいはい、いうことで、まあもうマミちゃんは決まってるじゃん。まあ私はね、前にも動画で出したけど、アラフィリップさんの記念モデル、スペシャライズと S ワークスターマックのウルフパックのフレームがすごい、まあ自分には似合わないと思うけど、単純にかっこいいなって思った、フレームでした。ただサイズが頑張って探してもらったけど、そう結局見つからなかった。これちょっと裏、まあ妻がターマックが欲しいというもんで、試乗してみたって動画あるんですけど、その後にそこのショップで、スペシャライズの営業さんに、まあマミちゃん乗るサイズで48でしたっけ、48のサイズがなくて、探しても、で私も友人にあの関西の方、もうサイクルショップ探してもらったりして、なくて、そうなんで、ご縁がなかったんですよ。でしたね。ちょっと気づくのも遅かったし、そもそもその48っていうサイズが少ないって言われたらしいですね。男性が乗ることを想定してるから、そもそも作ってる数が少ないっていうことでしたね。今もうあのショップにあるのか分かんないですけど、まあ県なら乗れるっていう、そうそうそう、ぴったりサイズ、県さんのサイズならあったから、ちょっと揺らぐけども、私からすると、スーパーシックスエボハイモットキャノンデールね、これと全く、まあ、ほぼほぼ同じ乗り味だから、要はオールラウンダーなフレームというか、店員さんもそうやって言ってたな。そうそうそう、まあなのでちょっと次行くならエアロがいいなっていう。ああ、全く違う形に乗ってみたいわけか。でそれで行くと、次僕の話で行くと、私が欲しいのは、まあ結論から言うとキャノンデールのシステム6。キャノンデール？キャノンデール。へえ。で、まあインスタとかでは以前からトレックのマドンがいいな。言ってた言ってた。トレックのマドンがいいな。ってずっと言ってたんですけど。2019年は確かそうやって言ってたね。2019年マドンが欲しいってずっと言ってた。言ってたよ、なんですけど、なんかなんて言えばいいのかな、今のその今年の、キャノンデールの、チームカラーっていうのがすごい好きで、あでも私も好き、まあ、ラファが好きっていうのもあるんですけど、ちょっとピンクと紫が入っていて、でキャノンデールのロゴは従来の、要はフレームのダウンチューブに大きく乗ってるようなっていうデザインがすごい好きで。なるほどね。あのこれモデルチェンジしてから、あの、トップチューブの方にここにね、ちっちゃくロゴになっちゃったから、まあそこが賛否両論あるかと思うんですけど、チームカラーはね、しっかり多分スポンサー名をね、っていうことで、まあ、ケンさんはそっちの方が好きなの。そうですね、まあなので
まあ、EF が好きっていうのも、まあ、実際にお会いして、うんうん、ますます応援したくなったっていうのもあるんですけど、うん、まあなんせかっこいいよね、もう見た目だけです。まあ確かに。でシステム6は昨年の、うん、サイクルモード大阪とか名古屋、うん、スポーツデイズっていうイベントで、うん、システム6の試乗チャンスがあったんですけど、うん、でチケットまで取れたんですけど、うん、キャノンデルってそのイベント前に事前予約がせなあかんって、うん、試乗のためにでそれもなんとか先着順とかで取れたりしたんですけど、結局、うん、ほらあなた熱出したから体調悪くして大阪では乗れず。あれやったんや。そうシステム6乗りに大阪まで行ったのに乗れず、うん、で名古屋はあの撮影で押しちゃって時間が。そうやったな。確かね時間が押して乗れなかったんで。結局ご縁がないんですよ今。じゃあまだ乗ったことないってこと？乗ったことはない。システム6に乗ったことがありません。なるほど、うん、というわけでお時間が過ぎたので、うん、今日はここで終了。はい、ご視聴ありがとうございました。